皆さんこんばんは。すいません、なんか変な登場の仕方で、しかも今日は私服でちょっと失礼します。これ撮ってるのが5月の24日の日曜日なんですね。で、日曜日は振り返り授業を行っていたんですが、私ちょっとねお休みをいただきましたので、で、まあ、その代わりにちょっと昼出なかった分ね、夜動画を撮りに来ようと、あと他の仕事をしようということで、ちょっと私服で来てしまったので私服で撮らせていただきます。よろしくお願いします。でね、今日5月23日下崎のねエクスプレス数学中3コースの授業で行われました二次方程式ねの文章題には入ってないんですが、計算ねについてフォロー動画を撮っていきたいと思います。で、ここに1からね括弧9までこう問題を並べてみたんですが、プラスで1、2、3、4問ぐらいね、あとプラスで4問扱うので、あと多分ね、過去13番ぐらいまでね、行きたいと思います。じゃあ、一旦ビデオを停止して、どこまででもいいです。全部ね、ノートに解ける人は9まで解いてみてね。いや、ちょっと途中まで解説聞いてからまた次解きたいっていう人は、例えば3とかね、どっか区切りをつけて、皆さんね、停止ボタンを押して、これを解いてみて、で解説動画を見ていただければと思います。はい、じゃあやってみてください。はい、ではね解説をいきたいと思います。括弧1番ですね、括弧1、もうちょっとこういうとこか。はい、 x2 乗が3なんですね。はい、じゃあ x はいくつですかという話なんですが、ルート3じゃないですよ。いいですか、引っかかないでくださいね。2乗して3になる数っていうのは、これとこれもそうなんです。マイナスルート3を2乗するとこれ3になりますね。なので答えはプラスマイナスルート3ということになります。プラスマイナスを抜かした人は×になってしまうので気をつけてくださいね。はい、これが括弧1。括弧2も同様です。はい、 x はまずプラスマイナスをつけましょう、真っ先にね。で、9っていうのは3の2乗なので、ここは3ってやっちゃっていいね。5は何の2乗かっていうとありませんので、自然数とか整数ではないから、これはルートの5と、はい、こういうふうになろうかと思います。3分のルート5ですね。ちゃんと合ってるか確認をしながらね、いきたいと思います。合ってますね。はい。じゃあ、カッコ3番、下に行きましょうか。6x2 乗、マイナス5イコール0。これは、マイナス5を移行しよう、先にね。こんな感じ。で、x2 乗イコール6分の5ってやって、じゃあ、x はどうなるかっていうと、はい、プラスマイナス真っ先につける。で、この6と5は両方とも整数にならないから、ルート6分のルート5ってなるかな。こうね。で、これ有理化しておきましょう。プラマイはそのままつけて、分母が、ルートが分母についているものに関しては、中学レベルでは有理化っていうのをします。どういうふうにやるかっていうと、簡単です。同じものを、分母分子にかけてやる。この場合はルート6だね。ルート6を上下にかけてやる。そうすると、プラスマイナスがついて、ルート6かけるルート6がこれ6ってなりますね。で、ルート5かけるルート6はこれはルート30。なので、これが答えになるかと思います。最終的な答えですね。じゃあやっていきましょう。カッコ4番。一応写せるだけ写すか。こういう問題ですね。これはね、ここに2乗っていう形があるので、こういうのの場合はね、マイナス49をこっちに移行しちゃいましょう。こうね、そうすると何がいい、いいこと、うまみがあるかっていうと、2乗をこうやって外したときに、ここがプラスマイナスの49って7の2乗なので、こういうふうになるわけですね。そうすると、x イコール、プラス5をこっちに持ってきて、マイナス5、プラスマイナス7という数字になる。で、このマイナス5、この辺に書くか。
プラスマイナス7っていうのは、これはマイナス5プラス7とマイナス5マイナス7のこと、これをミックスしてこういうふうに言ってるんですね。なのでマイナス5プラス7っていうとこれは2だね。でマイナス5マイナス7っていうのはマイナス12だから、この2つが答えになるかと思います。2とマイナス12っていうのが答えですね。はい、ここまでが4番で、じゃあちょっとねこっちの消しちゃいましょう。これも消していいかな。よし、じゃあカッコ5とカッコ6、カッコ5、これね2カッコ3プラス5、違うぞもう一回カッコちゃんとね、2カッコ3プラス 5x の2乗マイナス3かイコール0。はい、こういう二次方程式解けっていう問題です。これも実はねこのタイプなんですね。なんでかっていうと3プラス 5x の2乗はそのまま置いといて、これマイナス3こっちにやると3になるね。で3プラス 5x の2乗2で割ります、両辺をね、すると2分の3になって、こうね両辺2で割ったんですね。で2乗を外すとプラスマイナスを必ず真っ先につけてくださいね。で、ルート2分のルート3ってなるかな。でこれ有理化すると上下にルート2を掛け算すると2分のルート6ってなるのかな。ってことはここは2分のルート6と同じなんです。ちょっと下に書いておこうか。イコールプラスマイナス2分のルート6ね。すると5x イコール3っていうのはこれは2分の6と同じなので、こっちに移行しちゃいましょう。マイナス2分の6プラスマイナス2分のルート6と、これ合わせちゃおうか。 5x イコール2分のマイナス6プラスマイナスルート6で、 x イコールにするには5分の1を掛け算すればいいから、これに5分の1をかけます。かける5分の1ね。そうすると10分のマイナス6プラスマイナスルート6になる。プラスマイナスルート6と。はい、これが答えですね。合ってるかな。合ってますね。はい、これがカッコ5番です。ちょっと長かったねこれね。はい、じゃあこれを消します。今度ね、よし、じゃあカッコ6番いきましょう。はい、平方完成でこの2つは解いてくださいっていう指示を出しました。平方完成ってどうやるか知ってますか。やっていきましょうか。x2 乗マイナス 6x プラス2イコール0と。平方完成ってそもそも何ぞやっていうところなんですが、平方っていうのはこれね2乗のことなんです。あれなんか出が悪いなこれ、あっちから持ってきたんだけど、これ平方って2乗のことね。あの平方センチメートル、これ2乗って意味だね。センチメートルを2回かけたってことです。でそれをね無理やり完成させるっていうのが平方完成の手法なんですね。でなんでこれをやることでうまく計算がいきやすいかっていうのをあんまり教えてくれないんですね、学校とかでもね。とにかくね平方完成はこんなもんだ、だからこういうふうにやりなさいとね、理由までやっぱり知った上でね学んだ方がいいかと思いますので、なんで平方完成をする必要があるかっていうのをちょっとね解きながら説明をしていきたいと思います。でね、どうやるかって覚えておいてください。これでいきます。まずね、邪魔な数字はこっちにね移行しちゃいましょう。これ邪魔なんですね。でここに注目してください。これをどうにかして、ここマイナスだからマイナス、この2乗の形にしてやりたいんですね。そうするとここに何の数字が入るのが得策かって考えると、ここにマイナス 6x っていうのがあるから3かなと。
なぜならば、ここを展開すると x2 乗マイナス 6x、 まあプラス9と、ほらここが出てくるよね。こことこう同じだね。ただしいいですか、 これをこうすること、平方を完成させることでプラス9という余分なものが出てきてしまうんですね。なのでだったら引いてやればいいじゃないかと、こうやってね。でイコールマイナス2はそのままです。はい、もう一度言いますね。結構難しいので、この形をね、どうにかちょっと平方の形を完成させたいと。まず邪魔な君、もしくは何も入ってない君はこっちにいなさいと移行しましたね。そうするとこっち側がこうなって、 x2 乗マイナス 6x って頭の中で考えてみると、あ、こういう形になりそうだな、途中まではねって。ただし最後のマイナス3の2乗である9っていう余分なものが出てくるから、だったら余分なものを含むここから 9を引いてやればイコールが成り立つねって、これとこれ同じだねっていう話になるわけですね。最後の仕上げです。マイナス9をこっちに移行すれば、プラス7になるかな。これでね、ほらここの部分に平方が2乗ね、完成しましたねと。でさっきもしきりに騒いでたんですが、何のためにこんなことやるんですかって話なんですね。ここを復習していきましょう。この問題、これ何かの2乗っていう形で数字が何かあったとしたら、2乗を外して計算していけば答え出たね。まさにね、これを狙ってるんです。やっていきますね。いいですか。これ2乗外します。ちょっと邪魔なとこを消しとこう。ここちょっと邪魔だね。よし、はい、2乗をね外していくと x-3 イコールプラスマイナスルート7ってなるね。そうするとこれマイナス3を移行すると、ほら答えが出ますねということなんですね。っていうふうな、無理やり平方の形を作り上げて、で二次方程式を2乗外して解いてやろうっていうのが平方完成の手法です。で、この後解の公式っていうのをやるんですが、解の公式を知ってしまった皆さんっていうのはこれはあんまりね、使い勝手が良くなくなります。むしろいらないんじゃないかとね、いうことなんです。ただし高校の数学1という科目で二次方程式っていう、違う、二次関数ですね。二次関数っていうのがあって、そこで必ずこれを使わせられます。なので、やり方覚えておいてねっていう話ですね。これね。で、念のために、カッコ6とカッコ7も平方完成なので、これもやります。よし。今度ね、ちょっと分数が出てくるんだな、これが。7x プラス6イコール0と、この二次方程式を解きなさい。解の公式を知っている人はそこを解の公式に放り込んでやればできるんですが、平方完成でやっていきます。まずこれをプラス6をこっちに持ってくる、これね、邪魔なものはこっちにいろと、お前はね。でここはさっきマイナスだったけど、こうプラスね。でここに入れる数字はどう見分ければいいかっていうと、さっきマイナス6だったらマイナス3だったね、2分の1したもの。なのでここも7を2分の1した2分の7っていうのを入れてやればいいね。その証拠に、ちょっとこの辺も消しちゃっていいか。その証拠に、消えねえこれを展開すると、この部分展開すると x の2乗で、ここはプラス2かけるこれかけるこれだったね。でプラスこいつの2乗っていうね、まあ4分の49か。でこれ計算すると2と2が約分されてプラス 7x って、ほらね、ここの部分とここの部分って同じだよね。 7x7x ね。ただしいいですか、
さっきと同じでね、余計なものが出てきてしまっている。なのでこれを引き算する。マイナス6は変わらないと、こうなります。で、あとはこれをこっちにやる。 x プラス2分の7の2乗イコール、ここちょっと分数と普通の数の計算なのでこの辺でやるね。マイナス6っていうのは4分の直すとマイナス4分の24で、マイナス4分の49こっちに移行するとプラス4分の49ってことは4分の25かな、プラスのね。なのでこうなると、で2乗を外す、プラスマイナス4っていうのは2の2乗なので、25っていうのは5の2乗なので、こんな感じになるか。そうするとこれをこっちにやろうか。マイナス2分の7プラスマイナス2分の5となり、これってのはマイナス2分の7プラス2分の5とマイナス2分の7マイナス2分の5と同じね。そうすると x はこっち計算するとマイナス2分の2になるから1だね、マイナス1かと、こっちはマイナス2分の12だからマイナス6になるね。はい、この2つ、マイナス1とマイナス6っていうのが答えになるかと思います。そうですね、はい、これが平方完成による解き方です。この辺みんなね、高校1年生になっても結構苦手な人多いので、むしろ高校の数学でね、詰まる人この辺から続出し始めます。じゃあ消しちゃうね、こっちね。いいよ、よし。ちょっとこのホワイトボードすごい真っ黒になってきたから、なんかクリーニングする必要があるかもね、これね。はい、じゃあね、今度カッコ8とカッコ9は解の公式っていうのを使って解きます。解の公式復習しときましょう。習ってない人は見といてください。 ax2 乗プラス bx プラス c イコール0っていう二次方程式があって、その解っていうのはこの辺に書かせてもらっていい？ 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac と、これで求まるんです。二次方程式の公式なんですね、これね。全部求まります、これを知ってればね。なのでさ、これ8と9はそれでやっていこうか。カッコ8、これは 5x2 乗をプラス 7x イコール0なので a が5だね、 b が7だね、 c が2だね、こうね。なのでこれに放り込んでいくと 2a だから2を10分のマイナス b だからマイナス7ね、プラスマイナスルート b2 乗が7の2乗だから49、マイナス4かけるAC、 5×2 か、こうなるね。はい、計算していきます。プラスマイナスルート 49-4520×2 だから40か。そうすると10分のマイナス7プラスマイナスルート49となり、あ、じゃあ間違えた、ごめん。ここは49-40だから9か。ここ計算するとルート9になって3になるね。なのでこれこうやっちゃっていいかなね。そうするとこれってのは10分のマイナス7プラス3と10分のマイナス7マイナス3とね、ということになるから、こっち計算するとマイナス5分の2、こっち計算するとマイナス1かな。はい、こういう答えになるんだよね。そうだね、はい、合ってます。これ8番、9も同じようにやっていきましょう。プラス、あ、これは違う、これあれだ、式を整理しなきゃいけないやつですね。カッコ9、じゃあ式ちょっとこれ整えていきますね。結局解の公式っていうのはイコール0の形でしか使えないので、いいですか。 7x2 乗プラス3イコール 6x2 乗マイナス 6x と、これ移行してイコール0にすると
6x2 増プラス 6x でもともとあった3を足すと、こうか、こうだね。そうすると、x2 増プラス 6x プラス3とイコール0になるね。それで解の公式に放り込んでやりましょう。なんかこれ平方完成でもできそうだけどね、さっきのね。はい、解の公式いきます。 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗36マイナス4かける a が1だね、 c が3です。こうなります。そうするとちょっとここ乱外で計算してみるか。このルートの中ね、これ計算すると36-312かな。そうするとこれ上に行くとルート24ってなります。ルート24は2ルート6ですね。なのでマイナス6プラスマイナス2ルート6と、でこれ262で割れるから約分して、はい、こういうふうな答えになります。合ってるね。はい、そんな感じですね。これで括弧9までを終わりになりますね。でちょっと問題をあと4つぐらいやります。よいしょ、汚いねこの辺ね。ごめんなさいね、ちょっと見にくかったら大変申し訳ないんですけど、よし、なんとかしよう、これはちょっとね、これも解の公式も消しよう。よし、はい、じゃあここからはね、問題ちょっと一個ずつ書いていきます。カッコ10だっけ、 x2 乗マイナス 5x マイナス6イコール0と、カッコ11番がx2 乗プラス 10x プラス18イコール2。はい、こういう問題です。この2つは解き方ね、同じパターンなんです。どういう解き方で解くかっていうのはちょっと考えてみてね、でやっていただければと思います。はい、じゃあ止めてやってみてください。よし、こっちも消そう。はい、じゃあ解説していきましょう。実を言うとこの2つは因数分解で解けます。どうやるか、ここ見てください。因数分解覚えてますか皆さん。足してマイナス5かけて同じものをねマイナス6になる数の組み合わせを探しましょう。なんとなんだろうね、こっちから探していくとマイナス6とプラス1はどうかと。マイナス6かけるプラス1ってマイナス6、マイナス6足すプラス1ってマイナス5になるね。なのでこの2つの組み合わせなんです。よってこの左辺っていうのは x マイナス6 x プラス1、ここの数字ねイコール0と因数分解ができましたね。そしたらもうこれ終了です。なんでかっていうと前にもね都道府県の問題でこの解き方説明しているんですが、ここの間に挟まっているこの記号って掛け算なので0になってるってことは、ここがイコール0であればこっちの数何の数でもいいよね。何の数でも0かけたら0になる。逆にこっちの数何でもいいからここが0だったらもう完全に0になるね。なので x-6 が0もしくは x プラス1が0になれば OK なんです。それぞれ計算すると x は6、こっちは x がマイナス1なので、この二次方程式の解っていうのは x イコール6とマイナス1っていうことになります。はい、じゃあね11番いきます。これもイコール0の形じゃないと、これプラスね、あちょっと待ってね、因数分解を使えないので2をこっちに移行してやりましょう。プラス16になるかな、イコール0。はい、でここ因数分解できるか否か考えると、足して10かけて16になる数って言ったら皆さんパッと思い浮かびそうですね。2と8ですね、プラス2とプラス8なので、これはプラス2とプラス8というふうに因数分解がされます。ってことはさっきと同じで
ここが0か、もしくはここが0になればいいから、こっち0ってことはマイナス2だね。こっち0ってことはマイナス8。はい、これが答えです。X はマイナス2とマイナス8ということですね。はい。じゃあ、あと2問ね。12番。これは何だっけ？あ、2x×x+1=x-1 の2乗プラス20と、ちょっと長いね、式がね。はい、じゃあこれ皆さん止めてやってみてください。その隙にこっちを消す。ここも消す。はい、じゃあやっていきます。あのね、こんなに見事にバラバラな式っていうのはまずね、整えていかなきゃいけないので、はい、展開していきましょう。 2x2 乗プラス 2x イコール、ここを展開します。 x2 乗マイナス 2x プラス1で、プラス20と。で、移行しましょう、こっちにね。ちょっと式が長くなりそうなんですが、ここプラスになるね、マイナス 2x だからね、移行すると。で、ここ21ね、プラス21だから移行するとマイナス21。はい、こういうふうになります。さらに計算していきます。 4x、 はい、ここまで来ましたと。でね、皆さんが次にすることは、この左辺が因数分解できるか否かを考えてください。それが一番楽です。因数分解できるかと。あのね、いきなり解の公式に放り込まないでくださいね。あれ結構計算がね、複雑でミスりやすいので、因数分解ができるものは因数分解でやっちゃった方が絶対にいいです。これできますね。どうなるかっていうと、足してプラス4で、かけてマイナス21になる数、一応書いとこうか。マイナス21、あの掛け算の方からね、探すと見つけやすいですよ。21ってことは3721だね。で、足したらプラスになるってことは、7の方がプラスね。で、こっちがマイナスと。そうするとこれ足したら4になるから、この組み合わせよって x プラス7と x マイナス3イコール0。 x はマイナス7と3と。はい、この答えでございます。合ってるね、大丈夫ですね。はい、じゃあ最後、括弧13やって終わりにしましょう。6分の 1x2 乗マイナス2分の 3x プラス3イコール0。はい、分数を含む二次方程式の問題ですね。じゃあ一旦止めて皆さんやってみてください。あと1問なのに止まってたら本当に 100m 吹っ飛びますね。ピョーンって感じでね。はい、やっていきます。まずね、圧倒的に邪魔なのが、この分数たちが圧倒的に邪魔です。排除しちゃいましょう。何を全部の項に掛け算すれば分母が消えるかっていうと、6と2だから6を掛ければいいね。両辺かける6すると、一応丁寧に書いておきます。マイナス2分の3かける6の x ね、プラスサブ6、18と。0に6かけても0なんで0。はい、ここ約分して1、1だから x2 乗。ここ約分して1になってこれが3になるから、マイナス 9x でプラス18イコール0と。はい、こういうね、式になりましたと。で、これが因数分解できる、できないっていうのを考えてみてください。実はできますね。何になるかっていうと、足してマイナス9かけて、18かになる数っていうのは存在しますね。何かっていうと、あ、なんだっけじゃあ、そうか、マイナス3とマイナス6かな。さあ、足したらマイナス9になって、マイナス3かけるマイナス6は18になるね。なので、これはマイナス3と、こういうふうに因数分解できます。そうすると x は3と6ですね。はい、これが答えとなります。
これでね、一応一通り全部の二次方程式の計算のね手法を終了したことになります。なのであと細かい問題はね、演習とかを積んで皆さんできるようにしてください。問題なのはこの後の文章題ですね。皆さん苦手です。はい、ではね、二次方程式の計算のエクスプレスのフォローアップ動画はこれで終わりにします。皆さんご視聴ありがとうございました。失礼いたします。